ローザは、幕末の横浜居留地で週刊の英イジし、ジャパンコマーシャルニュースを発行していた、ポルトガル人の貿易商人、新聞印刷を発行人。マカオ生まれ。だ。ローザ家は、ポルトガルの植民地だった、マカオの入植者として、約300年前に移住した一族でダ、ダローザ世を名乗る松江が、現在もマカオに住む。明治維新前に来日し、貿易を営んだ。 文久3年、横浜で入選記録を記した週刊新聞、ジャパンコマーシャルニューズを発行。柳川春蔵は、英訳を事業とする、解約者を組織し、同志を翻訳して、筆者新聞、日本貿易新聞を出し、当局者の参考に供した。慶応元年、通算107号をもって、イギリス人の銀行員、チャールズ・リッカビーに買収され、 ジャパンタイムズとなった。歌手として来日したのをきっかけに、横浜で競売と、英字新聞発行を引き継いだ、イギリス人の流れ者ジョン・レディ・ブラックの、法字新聞発行を支援し、明治5年3月、法字月刊新聞、日清新事誌を創刊させた。西南戦争では、大江拓郎の命を受けて、銃器購入に加担した。 母国語のポルトガル語の他に、英語、日本語にも通じるなど、語学の才能があり、また、日本政府交換ともつながりを持っていた。ハウ・ホンコン・エス・ワンス、スライビング・ポーチュギーズ・コミュニティ・ニアリー・バニッシュド、クリストファー・ディウルフ、ゾリマ・シティ・マグ、オクトーバー12、2016幕末の新聞、雑誌文化の先駆者柳川春さん日本、新聞博物館。 クリエイティング・エ・パブリック・ピープル・プレス・イメージ・ジャパン・ゲームズ・エル・ホフマン・ユニバーシティ・オブ・ハワイ・プレス。1997日清新寺市の創刊者、ジョン・レディ・ブラック・浅尾か国を参考書士研究第37号ありがとうございます。